はい。それでは、今回はですね、飛躍階段行列の一位性について説明したいと思います。行列 A を飛躍階段行列に変形するとき、結果は常に同じなのでしょうか、まあ、同じでないと実際困るわけですけれども、答えは同じなんですね。一応略称をしておきましょう。多少抽象的な話になりますので、 まあ具体的な飛躍階段行列のイメージを頭に描きながら話を聞いてください。A という行列を仮に B と C という2つの飛躍階段行列に変形したとします。まあ、同じかどうかわかりませんが、とりあえず変形できたとしましょう。この時 A に左から何か基本行列をかけて、つまり生息行列をかけて B や C にできるわけですから、この B と C の間には ある生息行列 P を使って B イコール PC と書けるということがわかります。したがって、ランクを C を仮に R だとすると、B してですね、BC の大 J 列を BJCJ というふうに置くと、BJ イコール PCJ ですね、この等式の上の行列の等式 B イコール PC の大 J 列を両辺を見ると、 B の大 J 列と PC の大 J 列は等しいということですから、このような関係式が成り立ちます。P は正則ですから、BJ が0ベクトルであるということと CJ が0ベクトルであるということは当然同値になります。で、今最初の0でない列を J1 とすると、BJ1 イコール CJ1 ですね。 当然これは飛躍階段行列ですから最初の0でない列は基本ベクトルになっていますので BJ1 と CJ1 ともに E1 となります。これはつまり PE1 イコール E1 であるということを意味します。つまり P の第1列は E1 だということになるわけですね。このようにして階段の段の部分をかけた結果を比較してやると P は最初の R 列がすべて 基本ベクトルであるような生則行列であるということがわかります。で、今、C は回数が R ですから、R プラス1行以下は全て0行ベクトルになっていますので、BC の上から第 R 行が一致するということがわかります。えつまり、C の下側、R プラス1行目からは、この p の星マークですね。これどうなっているかわからないわけですが、ここの部分に対応する p と c をかけたときに、これに、これの相方ですね。これと何か c の、えー、やつをかけるわけですが、それをかける相手は r プラス1行以降ですから、その部分は r プラス1行より下ですから、例えばこの r プラス1列の要素と c の r プラス1行の要素をかけるわけですから、それは0なわけですから、消えるわけですね。つまりこの スターの部分の相手が全部ゼロなので、消えてなくなるわけですね。従って、BC の上から R 行全部、これ E1 ありますけど、これ横に見ると、横ベクトルで見ると、10000経って何かあるわけです。この何かある部分の相手の C の R プラス1行から下が全部ゼロなので消えてしまうので、すべて p c の上から R 行は C と同じ C の上から R 行はそのまま出てくるわけですね。つまり C 自身が出てくるわけですね。なので、BC の上から R 行が一致して R プラス1行にしたらどちらも0行という状況になるわけです。つまり B と C は一致するということがわかるわけです。